のシワって大体3種類なんですよ。皆さんこの3種類わかります？大体この3つで十分です、覚えるの。これはじゃあどういうものかっていうとですね、はい、どうも皆さんこんにちは。今回は服のシワの描き方についてお話ししていきたいと思います。視聴者様からこんな質問をいただきました。質問、全身の絵に服を着せてみてほしいです。体描けないから大体を描いてみてから服を着せればと思っても変になってしまいます。これに対する僕の答えなんですけど、まずは体がしっかり描けるように簡単クロッキーを練習してみてください。服が変になるというのは服のシワのパターンを知らないからだと思います。というわけで今回の動画では服のシワの3つのパターンを覚えようということでお話ししていきたいと思います。この動画を見るメリットとしては、服のシワの描き方の考え方がわかるようになると思います。考え方がわかれば何も見なくても説得力のあるシワが描けるようになると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではこれからプロのアニメーター、イラストレーター、漫画家を目指す人に向けて有益な情報を発信していきたいと思っておりますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは早速本題に入っていきたいと思います。今回は服のシワの描き方です。服のシワは大きく分けて3つに分類することができます。1つは引っ張りじわ、もう1つは曲げじわ、折りじわ、最後はたるみじわ。これさえ知っておけば大体描けるようになります。それぞれの説明に関しては動画でご覧ください。どうぞ。服の基本的なじゃあ考え方を言うと、大体 T シャツってさ、 T シャツね、これ T シャツだからこうか、 T の字になってるんですよ。ここが縫い目になってるじゃないですか。これは T シャツを斜めから見たところだと思ってください。ここが縫い目になってて袖がついていると、ね、反対側もしっかり、これ首のとこね、なんか変だなっていう、まず縫製のラインがどこにあるか。あとここも縫製のラインはあるけど、まあここは気にしなくていいかな。まあ大事なのはここですよ。つまりここの胴体のパーツと袖のパーツで、長袖もパーカーとかもね、こういうパーカーとかもさ、にしたって基本長袖にしたって基本ここでパーツ分かれてるじゃないですか。でそれを踏まえてですけど、服のシワって大体3種類なんですよ。皆さんこの3種類分かります？まず1つは引っ張りじわ、あとは曲げじわ、折りじわ、であとはたるみじわ。大体この3つで十分です、覚えるの。これはじゃあどういうものかっていうとですね、まあ、ここに腕を上げてるとするじゃないですか。この時にじゃあ長袖の服着てるとしましょうか。どういう現象が起こるかっていうとですね、ここ肩のこの部分、人間腕上げる時って基本肩のこの部分から動くじゃないですか。なのでここを基準に、ここが上に引っ張られるってことなんですよ、要は。なのでここを基準に引っ張られるシワって、こういう斜めのシワができるんですね。袖の方に関してはですね、これが上に上がることで、この布がこっちの下にたるむでしょ。なのでってこと分かりますよね、重力でこうやってたるむんですよ。なのでこういうたるみじわができるんですよ、ね、あと曲げじわっていうのは単純にこう腕を曲げてる人がいたとしたら、これ長袖着た時にこういう風に曲がる部分って必ずこういう形でシワが入るんですね。あとは足もそうですけど、仁王立ちする人はいないいない、いや、いないことはないけど、舞台とかお芝居の世界でしかいない。ズボンも縫製を考えないといけないんですけど、ズボンの場合は真ん中に縫製があるので、ここの付け根のとこから多分こういう風に引っ張られるっていうか、重力がかかってこうシワができていくのと、あとズボンのこの下の裾の部分は結構余りがちになるので、
ここもたるむっていう、たるみじわができるっていう考え方ですね。だからここの股のところから引っ張られる、こういう引っ張りじわと、あとここも折りじわができる、ここにたるみじわができるっていう考え方なんですね。だからこの3つだけ覚えとけば、基本どんなポーズでもこの縫製の付け根のところからここから引っ張られてるなとかさ、でこれ変な話、両手をじゃあ万歳した時どうなるかっていうとですけど、待って ね、両手を万歳、変な人だけどした人がいたとしたら、先ほど言いましたけどここに縫製のラインが入るんで、ここが肩から上に上がるんで、人間の腕は頂点になると、そうするとここが引っ張られる、こういう引っ張りじわができるわけですな。まあやってみるとわかると思いますよ、自分で、うん、で腕の方のシワは重力でこっちに落ちてくるんで、ここにこういうたるみが生まれると。でもしこの人がこう腕を曲げてるんだったら、ここに曲げじわができるとっていう考え方なんですよ、シワって。だからね、実物見て複雑に書くんじゃなくて、実物見てこのシワが何じわなのかっていう分類してランドマーク的に書いてあげると分かりやすいかもしれないですね。シワに関してはこの3つだけで十分だと思います皆さんこれでもさ、習わないっすよね。いや、まずそもそもどこで習うのかっていうのがわかんないけど、こういうね、基本的な知識っていろいろたくさん本読んでるとどっかで出会うんですよ、こういう変な知識になんで、一見ダメそうな本でもなんか役に立つ時が来るとは思うんで、見るといいと思いますけどね。基本アニメーターなんか特にそうですけど、大きい流れを表すシワ1本描くだけで、あとはシルエットでシワを入れるぐらいがちょうどいいっすよ。あんまりごちゃごちゃ2本も3本も描くとね、情報が多すぎてうるさくなるんで。ただイラストとか漫画の人はまた別だと思いますけど、アニメの場合は何十枚も同じような絵を描かなきゃいけないから要は大きな、まず流れが分かるシワをとにかく1本見つけるってことですね。それができれば、あとは小さいシワに関してはまあどうとでもなるかなっていう感じなんで、もう一個ちょうどいい感じのポーズがあったんで、ちょっと描いてみましょうか。この人はどうなってんだ、こうなってて、こうなってるのかな、こうなってるのかな、頭の上の方にこう手を上げてる人がいると。でこの人がシャツを着てた場合どういうシワが入るかっていうと、先ほど言いましたけど、まずここが縫製のラインですよね。でここで腕を上げてるんで、こっからこういう感じに若干引っ張るシワができるんですよ。でここでウエストをこう腰をくびらせてるんで、ここにおそらくこういう折りじわが入りますね。でもしこのシャツが余ってるようだったら、たるみじわが、あ、たるみじわっていうのはあの物の運動方向に対して垂直に入るんで、こういう風にたるんだシワができますね。で先ほども言いましたけど、肩口がこうこっちに集まってくるシワが入りつつ、ここ腕は曲げてるんで折り曲げたシワが入りますね、という風にね。シャツインしちゃおうかな、もう。いや、いいにしとこう、邪魔だから中に。でここはこういう風に足の立体があるので、ここの腰のラインとここの足のラインのここのところがまたこういう形になってるんで、ここも折りじわが若干入りますね。ここの腰をこうこっちに持ち上げてるでしょ、
だからこっから引っ張りじわがこっちに向かって入るんですよっていう感じで考えるんですよ。まず運動の方向と縫製がどこにあるかっていうのを考えてシワを描くというお話ですね。なんてまあ何でも理屈っぽく考えるっていうね、アニメーターの癖なんですよそれは。っていうお話でした。はいはい、どうも皆さんお疲れ様でした。生放送のライブ配信ではこのように皆様からの質問にリアルタイムで絵を描きながらお答えしています。どうしても聞きたいことがある人はスーパーチャットを送っていただけると質問に優先してお答えすることができます。また有料メンバーシップでは2つのプランをご用意しております。コメント優先返信プランでは月額490円で動画のコメント欄のコメントに優先して返信いたします。動画へのリクエストを優先しますプランでは月額1190円で月1回動画のテーマを優先してリクエストできます。事前に下準備をしますのでスーパーチャットより丁寧にお答えできるお得なプランとなります。もう1点、 Amazon から僕の本が発売中です。おかげさまでベストセラーとなっております。お試し版期間限定250円、動画の説明欄にリンクを貼っておきますので興味のある方はお早めにどうぞ。最後に Amazon 欲しいものリストを公開中です。いつもたくさんの支援物資をありがとうございます。何かしら送っていただけると動画制作の励みになりますので合わせて覗いてみていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。